皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回はがんとコロナの共通点、運動との関係というお話です。今回はですね、がんと新型コロナウイルス感染症との共通点ということで、運動との関係性についてのですね、最新データについて紹介したいと思います。昨年のですね、感染拡大以来ですね、どういう人が、コロナにかかりにくいか、あるいは重症化しにくいかと、そういった研究がですね、たくさん報告されてきました。一般的にはですね、ワクチンを接種した人、それから基礎疾患のない、健康な人、こういった人はですね、コロナの重症化リスクが低くて、感染した場合にもですね、やはり死亡率は低くなるということは、ご存知だと思いますけれども、これ以外にもですね、さまざまな因子というのが報告されています。最近ですね、運動習慣と、コロナとの関係についてある論文がですね、報告されました。で、今回は、これをですね、紹介したいと思います。まずは、運動習慣とですね、がんとの関係についてちょっとおさらいしたいと思います。これは以前の動画でもちょっとお話ししましたけれども、運動をすることによってですね、がんの発症リスクやですね、死亡リスクを減らすことができるというふうなお話なんですね。で、主に7つのがんですね、ここにありますように、大腸がん、胃がん、食道がん、それから乳がん、子宮内膜がん、それから腎臓がん、膀胱がん、こういったがんのですね、発症リスクが低下するということが報告されています。またですね、これ筋トレと有酸素運動の両方を行っている人ではですね、全てのがんによる死亡リスクが、およそですね 30% も低くなるというふうな研究結果があります。ですので、この運動することでがんを含めてですね、さまざまな病気の予防や健康上のメリットというのがあるわけなんですけれども、今回ですね、コロナの感染についても、同じような関連性があるということが報告されたわけです。その論文なんですけども、2021年今年の7月にですね、ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・スポーツ・メディスンというですね、雑誌がありまして、これはですね、インパクトファクターが 12.68 と、非常にですね、信頼性の高い雑誌というわけなんですけども、この雑誌に報告された論文になります。韓国で実施されたですね、20歳以上の成人、およそですね20万人を対象とした非常に大きなですね、集団研究です。この研究ではですね、過去に調査した、普段の運動習慣ですね、これは運動の種類、有酸素運動と筋トレについて、そして運動の量をですね、調べたその結果と、今回のですね、新型コロナウイルス感染率、それから重症のコロナ感染症の発症率、そしてコロナ感染による死亡率との関係について解析した研究です。ちなみにですね、運動の程度に関しては、このアメリカの運動ガイドラインの基準に従ってですね、グループに分けました。まずこの有酸素運動ですね、有酸素運動では基準である週にですね、150分間以上の中程度の有酸素運動、または週に75分間以上の強い有酸素運動ですね、それをしているグループと、それ以下のいわゆる運動不足のグループとに分けました。また筋トレに関してはですね、この基準である週に2回以上ですね、週に2回以上筋トレを行っているグループと、それ以下のいわゆる運動不足のグループに分類しました。で、コロナの感染に関してはですね、最終的に健康診断を行ってコロナの検査を受けたですね、76,395人のうちですね、2,295人、3.0% が陽性だったということで、446人、0.58% が重症のコロナ感染症となって、そしてですね、最終的に45人、0.059% が死亡したということになります。そしてですね、普段の運動習慣とコロナの感染データとのですね、関係について調べたところですね、
運動不足のグループに比べて、基準を満たす運動をしていたグループでは、新型コロナウイルスの感染率、それから重症のコロナ感染症の発症率、および、コロナ感染による死亡率はですね、低下する傾向にありました。特に有酸素運動と筋トレをですね、両方とも行っていたグループでは、運動不足のグループに比べてですね、感染率が相対的にですね、15% 低下していました。また重症のコロナ感染症になる率はですね、38% も低下しており、コロナに関連した死亡率ですね、死亡率に関しては76%も低下していたということですね。このグラフにありますように、これが、コントロールのいわゆる運動していない、運動不足の方ですね。これに比べて、こちらが筋トレだけを行っていた方、それからこちらが有酸素運動だけを行っていた方ですね。有酸素運動だけを行っている方でも、例えばこの死亡率に関してはですね、かなりこの相対的なリスクは下がるんですけども、この最終的に筋トレと有酸素運動の両方を行っている方ではですね、このようにコロナの感染率、それから重症、重症化と言っていいと思いますけども、重症の患者さん、それから死亡率ですね、こういったものがかなり下がってくるというふうなデータでした。というわけでですね、この研究の結論はですね、普段から運動習慣のある人の方が、コロナの感染、重症化、そしてコロナ感染による死亡リスクが低くなっていたと、そういう結果でした。また筋トレだけやですね、有酸素運動だけよりも、両方組み合わせた場合に最もやはりリスクが低下していたということなんですね。でこの論文の著者らはですね、運動をすることは、健康上とても有益であり、コロナに対する一つの対策となる可能性があるというふうに結論付けています。ですね、これは当たり前の結果だというふうに考える人もいらっしゃるかもしれませんけれども、ただですね、私はやはりこういうきちんとした、大規模な研究データが示されたことで、このコロナ禍でもですね、運動を続けるということが重要であるということが、再認識できたかなというふうに思っています。感染対策をすることはもちろんなんですけれども、それに加えてですね、やはり運動を継続するということが大切だというふうに思います。というわけで今回はですね、がんとコロナの共通点ということで、運動との関連性についてのお話でした。最後に、先日発売させていただいたですね、こちら、がんに負けないたった3つの筋トレなんですけれども、これがんの方はもちろんなんですけれども、がんになっていない方にもですね、役に立つ内容となっています。もしよろしければですね、お読みいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題などがありましたら、コメント欄でお寄せください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについての様々な情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。